こんなとこ撮ってもね。行くか。そっか行っちゃった。すげえなこの道が。どうなんだろう。あそこになんか書いてあるよ。あ、売店あります。でもあっちから来てさ、なんか、あ、さっきのとこまっすぐ突っ切れるんじゃない？すげえ、今日サングラスだからさ、うん、全然眩しくない、ええ、サングラスの有用性。グラサンね、釣りでしか俺しないから。あ、なるほど。林間遊歩道みたいな。いや、だからここまでみんなよく知ってるよね。あ、なんかもしかしたらさ、あそこあのホテルとかで地図とかもらえるのかもね。これこの道マスクしてたら死ぬわ。あ、でも書いてあったでしょ、階段がめっちゃきついって。階段これ帰るのがきつそうだ。確かに。心折れてすごっ、こんなんなんだね。綺麗、海でも、おお、おお、海だ。海やけども、気をつけて、階段あるから、はい、これはきつい。これはきついよ、この階段はきつい。江ノ島のアップも再びなんだけど。確かに。あれ、うん、あの真ん中の道、そう、あれ石段永遠続くやつ、あれはきつかったね。しかも途中やめれないじゃん、もうあそこって。確かに歩ききるしかなかった。これは怖い、怖いっていうか、帰りももう疲れ果ててさ。そう、そう。だからの、行きがさ、上りの方が良かったなって思ったんだけど、うん、確かに。ヘトヘトだ、足持ってかれそうだ。うん、あそこにもトイレあるじゃん。本当だ、良かった。いいね、なんだかんだトイレは。あ、なんだ、なんか俺ないのかと思って、あの書き方で、ね、あ、でも帰ってる人いるから。本当だ、ちょっとこの代わりで俺らがテント張れればいいかもしれない。なんだかんだテンション上がるな、君は。お久しぶりだからな、気をつけて。うん、なるほど。あ、ちゃんと四角くこうここに貼ってねみたいなのが、すごい入ってくるね。あるから探す。あ、売店もあるじゃん。コインシャワーもあるじゃん。え、コインシャワー。あ、本当だ、お金持ってくれば。確かに。あ、取りに。まあでも一応水あるけどね、うん、すごい、すごい、あるかな、ね、もう体力がもう疲れすぎて。スマートフォン。